アメリカアマゾン、オーストラアマゾン、日本で売るのとは段違いに儲かっています。アメリカはインフレが進んでいるのか、以前の1.5倍から2倍の値段で売れています。日本と違って、海外では物価が上がるということがね、日常的に起こってます。そして今、コロナ騒動のおかげで輸送コスト上がってますんでね、これが、まあ、商品の価格に転嫁されて、商品価格も上がっています。そんなオーストラリアアマゾン、アメリカアマゾン、すでに開始されている会員さんの売り上げ、1ヶ月で34,454ドル。これね、だいたい380万円ぐらい、ね。1月で380万ぐらいの売り上げです。また、30日で22,157ドル、14,167ドル、15,539ドル、6,828ドルと。これ短期間でここまで成果が上がるビジネスは Amazon 室以外にありません。その Amazon 室、まあ、どんな形でサポートしているか。まず週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメルマガを配信しています。Amazon ではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。そしてサポートサイト、ね、公開記事、あるいはね、パスワード付き記事の専門のサイトもあります。会員さん専用のサイトもあります。それから、マニュアル会員専用チャットワークサポート。ね、チャットワーク。私とあなたの1対1のチャットワークですので、他の人に見られることなく質問をすることが可能です。そしてマニュアルの内容。オーストラアマゾンやるために、まず売上を受け取る銀行口座を開設しますので、その口座の開設方法。それからセラーアカウントの開設方法。販売する商品探し、商品を探す方法。どういうのが NG 商品か。また購入者からの問い合わせ、Amazon からに対する対応。これらをすべて教えています。常識で判断して返事をすることが致命的なミスにつながることもあります。Amazon で生き残るためにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。ここまで丁寧なサポートをするから初心者でも稼げるようになります。Amazon サポート、ね、チャットワークサポートを受けて FBA 納品した後の、ね、感想をいただいてます。私がいなかったら、発想できなかったというね、嬉しいお褒めの言葉をいただいてます。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから、10年間物販サポートを続けることができています。Amazon がオーストラリアに上陸しました。日本で住んでいるなら、オーストラリア Amazon 副業で稼がないと大損です。ここをクリックして、オーストラリア Amazon 室マニュアル申し込みページを見てください。なお、今、このね、動画を YouTube で見てる方は、動画のここね、クリックしても、申し込みページに行かないので、動画の説明欄にある URL をクリックして、マニュアル申し込みページを見てください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。